まあ、こんにちは、なりわでございます。本日はさっきね、Amazon さんからちょっと荷物が届きましたので、これこんな大きな箱で届いたんですけど、ちょっとね開けてみたいと思いますね。私が頼んだのはこれくらいのものだと思うんですが、よいしょ、はい、こちらですね。相変わらずすごいですね、Amazon さんね。ちょっとね開けていきたいと思いますね。面白いですね、この何でしょう、待ってくださいよ。これを出しといて、ちょっと待ってね。はい、まずよ、なんかすごい面白い放送ですね。はい、まだ放送がありますね。はい、これはね、ちょっとお待ちください。ハサミの方がいいかもしれないですね。いや、怖い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 、自分の手を切りそう。あ、怖い。よいしょ。はい、ということで本日購入しましたのは、私がいつもね、ヘアケア髪をね整えるためのものですね。こちらポール・ミッチェルのスカルプティングローションっていうものでございますね。こちらは毎朝髪をね、朝こんな爆発しておりますから、いつも、こちらはね、ちょっと水タイプのような、ちょっとねとろっとした、ちょっとしかのせてませんが、これをね、こうやって、そして髪にね、いつも乗っけて、整えているんですよね。前もこれの何でしょう、毎朝のヘアケア、セットのヘアセットのね、仕方ということで動画上げさせていただいていると思うんですが、こちらがねなくなりましたので、Amazon さんで購入してみました。お値段は1910円だったかな、手数料込みで2310円だったでしょうか、だと思うんですが、これね500ミリリットル入っておりますので、すごく長いこと持ちましたね。約1年ぐらいは、1年以上かしら、持ったような気がしますね。で、こちら香りはね、本当にね、爽やかな、本当の微香っていうんでしょうか、そんなに匂いがないんですね。本当に少しだけ微香性って言ったらいいんでしょうかね、少しだけ、香る、ちょっとすっきりした香りがついております。で、私はいつもこちらをね、使って、パーマーヘアでございますので、ストレートだとこちら合わないのでね、パーマーヘアの方にはこちら結構髪をね整えるにはツヤも出て、まとまって、しかもね、乾いたら何て言ったらいいんでしょう、ムースのような感じでこうね、固まるんですけれど、ただ固まっていても、指でこうやってほぐすと普通の感じになるので、全然ベタベタしないし、とってもね、私ベタベタするのがちょっと苦手なんですね。だけれどこちらベタベタしないですし、乾燥、これ塗った後乾いたら、結構ね綺麗なウェーブが出て、ツヤも綺麗に出ますので、ずっとこちらをね、私ポール・ミッチェルのスカルピニングローションっていうのをね、使っております。これとお揃いでスプレータイプもあるんですが、スプレーはもうね、そこら辺のドラッグストアで売っているスプレーを購入して使っております。本来はスプレーは必要ないと思うんですけれど、
ただね、強い風が吹いたりするとやっぱりね、なんでしょう、カラーリングしたばっかりの時はいいんですが、そうじゃない時にはやっぱり風が吹いて髪の毛がバッとなっちゃうと、ね、下の方から白髪がちょっと見えたりするので、あまり好ましくないので、一応ね、スプレーをさっとかけております。ということで本日は、こちら、ヘアを整えるためでずっと私が愛用しております、ポール・ミッチェルのスカルプティングローションの整髪料を、たった今ね、アマゾンさんから届いたので、紹介と開封で、動画を撮ってみました。ということで、なりわでございました。では。